皆さんこんにちは。今日はですね、朝からちょっとばあちゃん腰痛い言うてたのと、食欲がなかったんで病院にも連れてって点滴も打ってもらったりとか対応してですね、もうすごい元気になったんで、一品作って一緒に今から食べようと思います。年相応で特に問題なかったということなんで、よかったです。ありがとうございます。今日はですね、笠原さんのおかず道場でやってたホタテ餅のブロッコリーあんかけ作ってきます。では早速、使用するのはボイルホタテ6個、餅2個、ブロッコリーを1/2、玉ねぎを1/4、塩コショウ少々、バター 10g、 だし汁1カップ、薄口醤油みりん各大さじ1、カレー粉砂糖各小さじ1、片栗粉水を各大さじ1/2、それで作ってきます。玉ねぎ1/4薄切りにしておきます。はい、玉ねぎ切りました。ブロッコリーは1/2房。気分と目線でもいだりようか。いや、いい、自分でやる。やったりようか。すごい、いや、いい。こんなもんでしょうかね。じゃあこれちょっとアローで置いておきます。はい、小房に分けた。ではボイルホタテを味付けしていきます。ホタテが硬いから解凍せんって感じじゃないかな。ちょっと水へつけたらこれ入れて。あ、そうか。溶ける気配が一切ないけど。もうちょっとも塩コショウやった。じゃあ味付けします。塩コショウ両面振りかける。両面に塩コショウしっかりと作ろうけど、味付ける。ついたらわからん、つくかどうか。はい、ではこれ焼いていきます。バター中火で 10g。 はい、中火。中火言うたら結構の火やな。大丈夫かな。ちょっとホタテを真ん中に置いて、で端に餅を置いて、くっつかないようにします。いとこにもらった餅なんで、めっちゃ美味しい田舎の餅です。これで餅同士がくっつかないようにこう分けて入れる、はい、こんな感じでしっかりと焼いていくと。あれ、火が止まった。なんで止まるのこれ。ちょっとだいぶしっかりと水分が飛んで焼けてきたんで、これでよしとします。はい、これでよしっぽい。じゃあちょっと火は止めて、これ余熱で。はい、では次あんかけ作っていきます。まずだしの素を、半分ぐらい、水 200g に入れます。200ml か。はい、だし汁200と、ちょっと火つけます。弱火にしとこう。はい、みりん大さじ1。はい、みりん大さじ1と、はい、薄口醤油大さじ1。薄口醤油やけど、我が家だしつゆ使うから、だしつゆ使おうかな。はい、大さじ1。砂糖小さじ1です。はい、砂糖小さじ1と SB カレー粉小さじ1。はい、小さじ1。でここに玉ねぎとブロッコリー入れて、煮詰めていくと。はい、ブロッコリー入れていきます。バッキー出してから入れてなんじゃないか。あ、そう。沸いたんでブロッコリーから入れます。はい、はい、玉ねぎも入れて煮ていく。はい、もうええかね、これ。もうちょっとお金かね。とろろ汁
これ、ものすごい好きな感じ。よし、もういいと思います。はい、こんな感じで、じゃあとろみをつけていきます。片栗と水を大さじ2分の1、片栗大さじ2分の1入れます。はい、片栗大さじ2分の1と、ちょっと多いけど、2分の1、はい、片栗ちょっとずつ入れてとろみつける。よし、はい、できました。じゃあこれでできました。これで火止めます。では盛り付けます。うわ、ついてきた。はい、あんをかけます。うわすごい、めっちゃ美味しそう。はい、できました。こんな感じ、ホタテ餅のブロッコリーあんかけ、こんな感じです。ちゃんと映ってる？ホタテ餅のブロッコリーあんかけ、こんな感じです。はい、笠原さんありがとうございます。ホタテ餅のブロッコリーあんかけできました。いただきます。さあ、食べよう食べよう。はい、今日の一品、笠原さんのおかず道場でやってたホタテ餅のブロッコリーあんかけと、はい、ばあちゃんのとろろ昆布のおすましと、はい、レンコン煮付け、ではいただいていきます。はい、いただきます。では飲んでいきます、このとろろ昆布、うん、ではでは。ほら、どんな、あー、これはええお味。美味しいよ。じゃあこのばあちゃんのレンコン、岩国レンコンかな、このでっかい立派なレンコン、いただきます。うん、だしの味付けバッチリ。ほんでこのもちもち感がめちゃめちゃ美味しい。ではこれ、ホタテ餅のブロッコリーあんかけ、じゃあこの餅と一緒に食べやなあかんか、これ餅とこのカレーの、まあまずこのタレと餅がすごいいっぱいやけど、これいただいてみます。よ、うん、うん、おいしい。うん、ね、うん、このバターのコクとカレーの風味が絶妙、めちゃめちゃ美味しい。で、このブロッコリーとホタテと一緒に食べてみます。このカレー風味の味わいとこのバターの旨味がすごいバッチリやね、抜群、めちゃめちゃ美味しい。ではいただきます。美味しい。うん、うん、おいしいね。うん、はい、ごちそうさまでした。いや、今日はブロッコリー、旬のブロッコリーとホタテっていうのと、あのもうほんと余ったお餅をちょっと味わい変えて食べるっていうので、ほんと簡単にできて、がっつりお餅なんで食べ応えもあるし、かつ味もしっかり追従し、めちゃめちゃ美味しかったです。ちょっとまた作ってみて感想教えてもらえたら嬉しいです。ということで、引き続き我が家秘伝のレシピ、固いできるお酒のつまみ、時短レシピは炊飯器レシピ、また巷の流行り教えていただけたら挑戦していきます。ありがとうございました。ちょっと総評と締めをお願いします。ご苦労様、あの今日はねもう一生懸命作ってもらって、努力しようとよって、はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。ということで、ばあちゃん、最後の締めのいつもの言葉をお願いします。それで終わります。もうまたそれをせ、これ お約束やき、はい、味よし、なんとかよし、なんとかよし、以上です。はい。